はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、育成応援10連ガチャですね。これ3回まで引けますので、こちらを引いていきたいと思います。パソコンは直ったはず。一応全部、インストールし直して、動画編集ソフトとかキャプチャーソフトとかの、1回目になります。試し乗りはしたんで大丈夫なはずです。で、育成応援10連ガチャですね。キャラ的には常設キャラのみになります。常設キャラのみなんですけれども、一応 PR 以上確定で、あと30キャラに、絞られてますというところですね。で、バナーキャラは一応4キャラ、アーサー、闇の、道へ、切り裂きというところで、ただこの4キャラに関しては別に確定枠があるわけではないですね。20連目 PSR1 枚確定なんですけれども、別にバナー PSR ではないので、まあ、そこはちょっと気をつけていただきたいというところ。で、30連目で、SR 大丈夫博士像が、1枚おまけでついてきますので、あ、これね、お一人様3回限りということなので、30連引いていきたいと思います。まあ、もちろん同映が欲しいよね。同映が欲しいんですけど、俺あとレイディーも実はレベル超低いんですよ。まだねプライチとかだった気がするんで、レイディー試合経験点つくとね、またかなり使いやすくなるんですけど、アーサー、まあ、アーサーもいいね。で、レイディ PR、虹谷は PSR プラゴ、あ、アーサー2枚出てる。てか、よくない？闇のも出てるし、同栄の PR。てか、アーサー、結構ピックアップ効いてるね。こうやって見ると。同栄の PR も、かなりいいかな。同栄もね、素材めちゃくちゃ不足してるんだよね。PSR の母体は持ってるんだけど、いかんせん、解放用の素材が少なすぎるというところ。20連目。ここは PSR。ここで誰が出るか。バナーキャラが何パーセント？ 4 キャラで 50% だっけ。まずは2分の1の確率に勝って、そこから4分の1みたいな感じ。アーサーだ、よし。で、お、いいねいいね、めちゃくちゃピックアップ効いてんじゃん。シドレミちゃんはね、てか同盟の PR かなり美味しいな。いや、なかなかいいガチャだと思うぞこれ。素材が集まる。 PR 以上確定っていいよね。で、30連目。まあ、でもこういうところでね、なんかショボキャラが出てくるとちょっと悲しいよねっていうのはありますけど、確定枠しか出ないけどね、確定枠しか出ないけど、そう、こういうね SR が出てくるとちょっと悲しい。ただ PR が結構恵まれてる。ゴブとかはいらないけど、うん、まあ、同栄くんも結構 PR が出たんで、まあ、これでよしとしましょう。ちょっとアーサーはそれなりに解放できそうだね。アーサー今いくつだっけ、ちょっと見てみますか。 SR 大丈夫沸かせぞ、これまだ1個も使ってないんで、一応手持ちはそれなり。そう、あとね、佐伯さんも欲しいんだよね。言っちゃえば佐伯さんも欲しいんだけど、結構きつい。今回もうすでに3回引いてるんで、アーサーをちょっと見ましょう。同栄はだからまだ全然解放してない。で、同栄に関してはそもそも SR を持ってないから、マントル選択権は残ってるんですけど、まあ、それで同栄を引けばいいんですけど、そもそも同栄の SR を持ってないというのが一つと、アーサー、アーサーは PSR プラ2でしょ。ここでプラ3にできて、あとは今の通常 SR がプラ3なんで、これがプラ5にできて、 PR で、え、違う、 PR、 アーサーはプラゴで完成するという感じですね。まあちょっとそれはやらないですけど、まだ多分できない。まあそんな感じで、なかなかいいガチャではあると思います。ピックアップがどれだけ出るかっていうのもね、肝なんですけれども、まあ200個で引けるし、 PSR1 枚もらえるしというのがあるので、まあかなり収穫はあったと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。あ、そうそう、ミオちゃんね、PSR プラゴリーダーにして、結構借りられます。正直結構借りてくださるんですけど、前々から動画では言ってるんですけど、もしね、フレンド、まだね枠は結構空いてます。多分10人以上空いてるんで、もしフレンドになりたいなという方がいらっしゃったら、コメントとかで言ってください。そうしないと俺全部拒否るんで、そこはよろしくお願いします。リーダーコメントで
なんか分かるようにしておいてもらえるか、まあ、動画のコメントに残しておいてもらえれば、あの基本矢部くんだったとしてもあの拒否はしないんで、まだねあの10人くらい枠がありますんで、まあ、もしよろしかったら、友達申請してくださいというところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。